ね、2023年8月6日、まあ、新井さんにとってもすごく大きな年ではあると思うんですが、メッセージをお願いいたします。はい、5月17日に広島ワールドピースコンサート、これは G7 直前の、広島平和記念公園の中から世界中に発信したんですが、今それをその映像をですね、さらに、字幕などを入れ直した状態でさらにもっとわかりやすくして配信し直そうとしております。で、同時にその時の、エネルギーをですね、さらに増幅させようということで、広島原爆の日8月6日にですね、広島の国際平和、会議場、こちらからですね、発信していきたいと思います。さらに思いを込めた、メッセージ、音楽、そしてアーティストたちが集ってくれます。そして、ニューヨークと結んで、いろいろな宗教者の方々にも出ていただくようになると思いますが、とにかくまたこれは、現地参加も配信参加もすべてフリーです。無料コンサートとなっておりますので、ぜひとも見に来ていただきたいですし、そのことをどうか多くの方に拡散していただけるとありがたいですね。まあ、これはずっと継続していくので、とにかく地球上から暴力、戦争というか人殺しですね、その行為がなくなるまで徹底的にやっていきたいなって思っているわけです。僕のこれからの音楽人生が10年15年、とにかく、それが終了するまで徹底的にやるという思いで世界中でそのことを発信していきたいと思ってます。どうか8月6日皆さんお集まりください。よろしくお願いいたします。はい、原田真嗣さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。待ってまーす。